ただなんだかんだ言うとやっぱり回復アイテムは欲しい。千里眼、ルーラー、薬草、音切り草。あ、こいつなんかやばいやつやったと思う。なんかいらんことしてくるんやな、確か。レベルを下げるみたいなね。ほんまにやり合いたくないっていうか、敵がやらしいんばっかりになってきたな。あー、やだやだ。なっ、あ、ただの矢だったらいいけどね。毒矢とかやったらもう最悪ですけどね。しかもこれ Z、あっ、これは名前ゴーレムやったっけ。あ、ゴーレムですね。うわ、強え。ダメージ19食らいましたよ。うー、怖っ。強いんよ、ちょっと敵が。さあ、このハラハラ感が、この、言うたら不思議なダンジョンシリーズの、うわ、爆弾は気づいた。醍醐味ですよね。来るな、来るな。うわ、動けない。なんてことするんや。封印最後やな。窓ハンドからやるか。うわっ、えらいこっちゃ。これは逃げるしかないな。ひどい目に遭ったな。あ、けどええとこ飛んだわ。鬼面同士か。で、ここで階段の上で回復さそう。よし。うぅ、怖い。何回まででしたっけ、これ。これは動く石像じゃないのか。目薬。えっ、金縛りの巻物って何だったかな。まあ、ええわ。そんな重要アイテムじゃなかった気がするんですよね。もう捨てるもんないのよな。こう、うわっと、腐ったか。よかった。ただの経験値や。腐った死体大歓迎、ゴーレム来たか。うわ、しかも外すしや。当てて、当てて、とりあえず。やばいやばい。これは乱数次第で死ぬ。火炎そうかな。死ねよ。うわ、この乱数、乱数次第で死ぬ状態。しかもこういう狭い道だったら、こう、地団打踏んでの回復もしにくいですよね。だけど35あったらいきなり死ぬことはないか。あっ、ギリギリになってきたな。何せ戦いが。うん、ここでのレベルアップ嬉しい。かなり嬉しい。経験値きた。あ、一発で倒せるようになってる。強くなってきたな。地獄耳か。その重要アイテムではないですけど、こういうなんかギリギリの時に相手の位置が分かると楽ですよね。トルコ石、インパスが全然落ちてないな。もう封印はおしまいやな。爆弾は出たらどうしよう。言うた矢先におったわ。薬草、今は薬草でも嬉しい。何置くか、いよいよ腐ったかな。目薬2個もいらんか。あの爆弾岩に気がつかれないようにってなったら、ああ、バレた、バレたぞ。どうしよう。もう見逃してくれんから、途中で気変わってあっち行ってくれたりせえへん、これ。とにかく戦うんだけはやめといた方がいいですよね。封印がないんだったら、たとえ囲まれる状況になったとしても、殴ることだけはちょっとお勧めしたくないですね。厳しいな。窓ハンドもおる。爆弾岩か、アイテムもあるか。惑わしそう。
窓ガラス層なんかを拾って投げるっていうのも一つの手なんですけどね。もうここまで来たらもう多少殴られても無視してお腹が減ってきただと。早いな、早いな。このまま逃げ切ろうか。うん、それが正解な気がする。あいつ気ぃついてるな。そしたらちょっと遠回りしようか。これが正解でしょう。うお、爆弾はやった。爆弾は嫌やな。18階、えらい広いな。パン。パン食っとこ。お腹減ってきた言うてましたからね。しかしまあだいぶアイテム使いましたね。なんかクリアできる気が一気にせんようになってきたな。こいつはルーラソーか。薬草はなあ、地獄耳使うか。目つぶし、目つぶしとかは安定しなさそうですよね。うわ、ゴーレムか。今おそらくゴーレムが一番強いですよね。あの金面同士は何や。こっちに気づいてなかったんか。あ、こういう無駄な歩きしてこうダメージ食らうっていうのは極力減らしたいですよね。動く石像もタフはタフですけど、よっしゃ、やっと行きたいインパス。で、腹減らずとか来い。綺麗な、綺麗なはいらんよな。持って帰れば高く売れるぞとは書いてますけどね。まあ、ええわ。クリアする気やけんね。ダイヤの指輪。これもインパスか？違う。リレミとは1個でいいな。うん。そしたら次の回行こうか。レベル低っ。こいつ嫌い。うわあ、ぼちぼちゴールかっていうか階段2つあるやん。どっちか偽物やなこれ。どっちが偽物や。7本の木の矢か。じゃあ7本の鉄の矢に変えましょうね。これでいいでしょう。あ、装備してないわ。ん？なんかおったな。泥人形か。あ！来たー。うわっ！レベル2も下げられた。きつー。しかも倒したら戻ったけど、1しか戻ってないやん。うわっ、爆弾は。もうまともな敵おらんの？もう嫌なやつばっかり。ルーラそうか。投げたれもう。バイバイ。おっと、レベル下げられたんで厳しい状況が変わらへん。ぐるっと回るだっか。あ、間違えた。ゴーレム、ほらお腹も減ってくるわな。ゴーレムとだけやりたいけどな。
ゴーレムやったらなんとか倒せるもは倒せるんでね。爆弾岩だけはもうどうもならんのは。また爆弾岩か。もう潮時かな。パン、パンか。これがベストでしょう。くぅ、厳しいな、外したら。薬草の回復値の低さ。あと一発で倒せると思うんですけどね。ミスって、ミスと終わりですもんね。あとお腹減ってきた。厳しいね。うわー、レベルが低い。これは無理だろ。ちょっとクリアはレベルが低すぎるわ。マドハンドは近寄らんかったらいいんで楽ですね。っていうか薬草系、薬草系ないとマジでもう詰むよこれ。わっ、こいつ嫌いなんやな。うわっ、ふう、爆弾岩か。リレミと肉もいらんやな。で、あの爆弾岩を越えて左にはちょっといけんよな。ふぅ、なっ、どこで内見よかった。おっと現れたな。きつー。火炎草先食っときゃな。ん？進めんぞこれ。なんか敵おるなこれ。見えない敵強いやん。おっと、危ない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 。使うか、しょうがないな。また体力回復し放題ですしね。聖域はもったいないなぁ。けどもうしょうがなかったよなぁ。ここで出し惜しみしたらマジで死んでましたからね。せっかく聖域を置いたんだったらレベル上げしたいとこですけどね。けど爆弾岩に対しては無力なんでね。ちょっと杖振ってみようか。何の効果かわからんなこれでは。降りるか。目薬、え、どこどこ。目薬とか飲んだらどうなんだろう。見えるようならへん。あ、見えた。なるほどね。目薬ってけど視力を回復させたりはしない気がするんですけどね。
ドラキーみたいな感じですね。これはまあ割と楽な敵ではありますね。見えさえすればね。うわっ、なんかこう細かくなってきましたね、やることがね。毒消し、鱗、いらんもんばっかり。うわっ、爆弾はゴール。さあ困ったな、この爆弾はほんま困る。うわあ、どうする。ルーラーで飛ばすか、メダパニでウロウロさせるか。うん、一発ぐらい殴られてもかまへん。お腹減ってきたんか。パンがあるな。大きい、うわ、この袋小路、またや。嫌い、うわ、これはちょっと退散やな、もう降りようか。この泥人形2匹はきついわ。ふぅ、また爆弾岩かよ。怯え出したやってもうどっか行っとってくれ。途中で効力切れるんかな、あれ。なんかおる。またかよ。お、メダパニの杖か何かか、これ。名前変えよう。なんかうろうろしだしましたよね。OK。何回触れるんか知らんけどね。別に拾う気もなかったんやけどな。道端に落ちてたっていうだけよ。強い。どっか行っとけ。惑わし。回復アイテムが、うわうわうわ、もうこれ系嫌い。道、うわっ、ギガンテスだと29だと、こんなもん無理やろ。勝てるわけないやん。こっちがルーラで、どっか行こう。さよなら。おお、ギリギリやな。しかしギリギリの展開、やばこれ24階がゴールでしたっけ、違いましたっけ。うわ、アークデーモンか、あれ、あれ違うのか。ガンガン落ちてるな。うわ、ドラゴンやん。やべえやべえ、何もない。アイテムがクソしかない。ドラゴンとは戦えないでしょう。何せ敵を刺激しないこと。てか、これ目薬使うか。あ、慎重に慎重に。あの動く石像なんかに触れるんも怖い。もうぼちぼちあるはずなんよな。
幸せの箱でしたっけ。うわ、行き止まり。なんてとこに行き止まりがあるんだ。うわ、ギガンテスキーついてるわ。ピンチ、またピンチ。うわ、行き止まり、行き止まり多いな。うわっ、あかんな、これ積んだか。これ先行き止まりやもんな。もうゴール目前やと思うよ。これダメやな。悔しい。ここで引き返すんかよ。これは悔しいな。こんな配置。さよなら。これは悔しい。あなた見て、ちょっとだけお店を広げたのよ。これで少しは品物を並べられるわ。持って帰ってきたお金のおかげかな。狭いながらも楽しい我が家だね。ポポだったらいつの間にそんな言葉を。ねえあなた、私お客さんから聞いたんだけど、リレミットの巻物があると洞窟から出られるんですってね。今そうやって帰ってきた。そうしたらあなたの体はもちろん、手に入れた道具やゴールドも全て安全よね。冒険を続けるか一旦帰るかはあなたに任せるけど、もし早くお店を大きくしたいならリレミットで無事帰ってきてね。無事帰ってね。さあ今日はお店をお休み、みんなでゆっくりしましょう。あの持って帰ってきたハグメタの剣とかどうなったんだろう。あなたおはよう、今日も頑張りましょうね。あなたが持ち帰ったものを売ると全部で3346ゴールドになるわ。次の冒険から帰るまでに私頑張って売っておくからね。あなた、いやいやいや、恨んでいい、恨んでいい。そうそう言っとかなきゃ。お店を大きくした時の余ったゴールドのことなんだけど、みんなやお店のために無駄にはならないようにうまく使うからね。恨んでいいんやけど。いや、うわないわ。ハグメタの剣恨んとって、もう冒険に持ってくから。はあ、まあけど帰らんかったらもうその売ったお金の3000何歩かと、お金、そう、まあ鉄の金庫あったからな。しょうがないか、もうゲームのルールやけんね。出直しですね。くそー。お、なんかロードしたらいきなり家が大きくなったぞ。見て、今度は寝室もあるし、庭に花壇も作ったのよ。お客さんも自由に品物を見られるし。ポポロ、あとは屋根だけだね。トロネコ、ねそれよりね、あなた、マギーおばさんの言ってた鉄の金庫の話だけど、私ね、それが幻の宝物だとはどうしても思えないの。そりゃそうでしょ。だって持ってたゴールドが半分にならないって言っても、それだけじゃリレミットの巻物の方が全部残ってるからすごいわよね。でもあなたっていつも頑張りすぎて無理するから、私としては持っていてほしいわね。なんてちょっと生意気だった。でもどこにあるかわからないリレミタの巻物と違って10階に確実にあるらしいし。ママはスズムシがいるよ話遮るな。本当もう秋なのね。木の葉も色づいてきたし、虫の音でも聞きながら今日は休んで、また明日から頑張りましょうね。はい、目標、鉄の金庫なんてね。お店の方は私に任せて頑張ってきてね。あなた、今日はおじいさんを連れてきましたよ。どうやら鉄の金庫って本当の宝物じゃないそうなんですよ。いやね、私も金庫は宝物なんてなんだか夢がないっていうか、面白くもなんともないっていうか。だいたい金庫って宝物を入れるものでしょ。それが宝物なんてちょっと変だとは思って。
ある私としたことが、私の感想より宝物の話を聞きたいでしょうね。いやね、年を取ると話がくどくなって。え、結局ほんの話はないんかい。弁当くれんの？弁当言うてもパンやけどね。ね。ふがふが、トルネコファン、いつもここの薬草にはお世話になっとりまふ。いつもうちのばあさんが買いに来るんで、ふが、今日はちょっと言いたいことがありましてな。それというのも、ほれ、あのほれ、なんじゃったかな。そうそう、不秘品のダンジョン。あそこに隠されとるという宝物なんじゃが、わひの子供の頃の記憶によれば、ひわひわひわわへの。え？失礼。ちょっと入れ歯をガチ。幸せの箱というのがその宝物の名前じゃったと思うんじゃ。とは言ってもまだ誰も見た者はおらんでの。ありがたそうな名前なんで、わしも死ぬ前にはぜひ一度見てみたいもんじゃが。ん？地下何階に落ちてるかじゃと？うん、わしはそこまでは知らんの。そうじゃ、うちの親父なら130歳で少し耳が遠いんじゃが、今度連れてきますじゃ。不気味な青年、ふふふ、最近草をやりすぎて少し太りましてね。今度は杖にこれ出したんですよ。それも封印の杖、ふふふ。ダンジョンの中にはね、普通の攻撃以外にも妙なことをしてくるモンスターがいっぱいいるでしょう。封印の杖はね、そんなモンスターの特殊能力を全て封じてしまうんですよ。面白いですよ。あのフラフラしたドラッキーがまっすぐ飛ぶようになるし、魔導士もラリフォーを唱えなくなる。くくく、たまんねえ。変なやつやな。隣村の武器屋、店がまた大きくなったとか言うんで来てみたが、はっ、横に伸びたのが今度は前に伸びただけだ。芸がねえんだよ、芸が。伸びるだけならゴムでも伸びら、所詮ボロ屋はボロ屋だな。なんじゃこいつは。嫉妬丸出しやな。また変なおじさんが来てね。坊主知ってるか、矢を打って与えられるダメージはレベルともに増えていくんだぞって言ってたよ。何のことかな、パパ。わかる？うん、なんとなく。あ、見つかってしまいましたか。神父の私がシャナクの巻物を買っていることを秘密にしていてくださいね。ほんとに誰でもええやん、神父。気のせいかもしれないけれど、ここで売ってるパン時々腐ってるような。うん、ごめんね。トロネコさん、私太りすぎてダイエットしたいんだけど、何かいい薬ないかしら。あ、そうか、そんなのあったらトロネコさん使うわよね。やっぱりご飯減らそうと。ふふふ、何の役にも立たん話しやがって。ご主人、わしは分かったぞ。洞窟の宝物っていうのは、実は当たりの宝くじが入った袋なんじゃなかろうか。なんでそう思うかって、それはわしが博打好きじゃからだよ。ダハハ、もう全部聞くんやめようかな。トロネコとの不思議のダンジョンは何階まで降りられたかな。25階かな。うん、25階でござるか。ほうほうほう。ん？拙者は秘密でござるよ。あ、雑魚っぽいな。物知り博士、不思議のダンジョンの中には時々モンスターがいっぱいいる部屋があるんだよ。そこはモンスターハウスって言われててさ、アイテムがたくさん落ちてるんだよ。でも罠もたくさんあるから、剣でも振りながら慎重に歩いた方がいいよ。おいおい、みんな知ってることをたくさん教えてくれてありがとう。さあ、武器も防具もない。寂しい。はぐれメタルの剣とドラゴンキラー持ってたのに、あれ売りたくなかったな。置いてくれとったらよかったのに。なんで勝手に売るんや。実はできん人なんか。ねえねえは。腹が減ってきたな。パン全然拾ってないけどな、大丈夫かな。それ以外は割と順調に来てるんですけどね。おっ、経験値か。経験値にはなるんやけどな。危ないな。薬草系も一個も持ってないやな。おっと、パンもない、薬草もない。順調に来てるけど何気にピンチだったんですね。まあリレミトの巻物を早々に拾ってるんで、
もう最悪もう引き返した方がいいかもしれないですね。琥珀の指輪、力の指輪マイナス3。これはどうなんだろう、装備したら、あ、マイナス3ってもう言うたら装備してないと一緒ってなんか町の人が言ってましたね。そういうことは多分呪われてるやろな。ミイラおるな。うわっ、あ、鱗の盾って毒跳ね返すんですね。これ知らんかったわ。結構役立ちますね。そしたら何言うんかな、ちょっとめんどくさいですけど、お化けキノコが出てきて戦う瞬間って言ったら、その鱗の盾持っといて装備切り替えるのもいいかもしれないですね。特に序盤なんかでこうドラゴンキラーみたいな強い武器と合わせてね、鱗の盾が手に入ったら、ドラゴンキラーじゃない、ドラゴンシールとかみたいな盾が手に入ったら、ちょっと合わせて持っといて切り替えていくもいいかもしれないですね。多分後半になってきたらそのお化けキノコもいなくなるので。うわっ、これモンスターホースやな。違うか、たまたま4機おるのか。あ、たまたま容器いたんかい。びっくりした。薬草もないのにどうしようかなと思ってたんですけど、違いましたね。しかしまだ未だに薬草を一度も拾ってないというね。そういやパンも拾ってないよな。満腹度 35% ってこれやばいんじゃない。ちょっと運要素でかいよなこのゲーム。でかすぎるかもしれないですね。パンがない、結局パンがなくて引き返すことになりそうですね。これやばい、ついにお腹が減ってきたの表記が出てしまいました。腐ったパンでもいいんで落ちてないかな。腹ペコで目が回ってきたらしいですよ。ないなマジで。腹減らずの指輪とかじゃないこれ。腹ペコかーい。あー、これもうダメやな、帰ろう。こんな終わり方ある、どうしようもないやん、こんなもん。1665ゴールとか盗まれんかったら2000超えてたな。恨んでいいんやけどな、そのまま持っていかしてくれたら一番いいんですけど。これで中断してもう一回こう、始めたら店が進化してるんですかね。そんなわけではないのか。人もこれみんな一緒やね。いきなりやな。お、来た！腹減らずいきなり来たよ。これって今 96% ですよね。ここでこう地団だとか踏んだらどうなるんだろう。完全に減らんのかな。あ、減ってないな。一応説明見るか。お腹が減らなくなるぞ。やった、これでもうパンは一切必要ないですね。さっきみたいなしょうもない終わり方は絶対にしないということですね。さあどこまでいけるか。せっかくなんで決めたいですね。幸せの箱持って帰りたい。まあ拾う武器とかね、そんなにもよりますよね。パンが落ちてるわ、いらんとなったら落ちてるわ。さっきの回なんか1回も落ちてなかったのにね。もう今回は2回に1回に落ちてましたよ。
歩き方とかも気使わなくていいですよね。その腹が腹減らずを装備してるんでお腹空かないですから、そのショートカットで最短の道を歩いてとかいうことも意識しなくていいというね。いやこれは便利やわ。またパンや。ほんまにもうええっていう時はあるな。金縛りの巻物って何やろ。こちらが攻撃するまで周りのモンスターの動きが止まるぞ。ふん、周りのっていうことはこのでっかい部屋で容器を折ったりっていう時はいいかもしれないですね。またパンかよ。腹立ってきたな。武器落ちてないしよ。矢は落ちてるんですけどね、剣が落ちてない。剣というか手持ち武器ですね。まあこう噛み合わんというかね、あのハグメタの剣取った回がいかにこうバランスよくアイテムが落ちてたのかっていうのが分かりますよね。バイキルトばっかり拾ってもな、肝心の武器がないもんな。めちゃくちゃ増えるやん。武器がないから仕留めきれない。これ終わらんのじゃん。あ、ちょっと回復しとこうか。やば。あら、これ積んだか。終わってなかったか。まだか。うわ、やばい。うわ、やられた。悔しいな。あいつあんな罠があるか。10回もいけんぞ。7回で引き返して、で先3回か4回で死にましたよね。うわー、腹減らずあったのにな。もったいない。2つ目手に入ったんで杖使ってみ見てみようかな。ラリホ悪くないですね。ただ行き止まりなんかに追い詰められた時は寝さしてもね、どうせ向こうに行けないので、やっぱルーラーとかの方がいいかな。あ、腹減ってきた。早から腹減る早ない、この人。出たな、さっきは君にやられたね。やばい。お、これで増えないんじゃない？モモンジャで塞いでますよね。いいね、袋叩き。猫みを襲うのは汚いですけどね、しょうがない。またか。で、こんな雑魚に使いたくないんやけどな。武器が落ちてないから勝てんのよな。またや。寝てても増えるんか。うわ、やばい。またやられるか。
でこいつに火炎草かもったいねー。これでなんとか処理できたと思います。はい、やっと武器金の剣、あんま強なかったよな確かね。わっ呪われてる、最悪、装備済んでなかった。毒のせいで2も攻撃力が下がってるけど毒消しがない。もう踏んだり蹴ったりやな今回も悪かったか、悪いダンジョンやったか。ん？モンスターハウス？ではないかそればっかりやな。シャナク毒消しパン、欲しいもんがありすぎるけどどれも拾えない。なんとかパンはありました。お、パンが溜まりだしたな。鉄の斧、これはさすがにモンスターハウスでしょう。違うのか、違うんかい。腹ペコかい。減らず減らず欲しいのは。あと毒消しね。おっ、シャラクがある。腹ペコだけはいらないな。よっしゃ、下手したら鬼面同士にやられる。わっやばい。薬草でいくかラリフォーでいくか。うわっ、あんなミスる、ひどいな。ただミイラ男倒すんでどんだけ苦労したんだよ。パン、今回パンに恵まれてるな終わったろこれ。ちょっと一旦逃げるか。きつー、アイテムはあんま縁手に入らんしな。やばこれは、いよいくか。鬼面同士イオで死なんのか。イオの巻物も大したことないな。うわっ、キメラちゃんか。うわっ、何も起きんやん。ぶつけないかんの。ふう、困った。なんとかかんとかやっていけるけどギリギリもええとこやなこれ。ああ年な。だっはっは、盾が錆びるってもうほんまええことないな今回。それミスることあるの。もう
ちょっとで金庫っていうところまでは来たな。どうせリリミットで帰るんだったら一緒やけどね。幸せの種、何のアイテムやろこれ。レベルが一つ上がる。ほんだらギリギリまで置いとった方がいいですよね。後半の方が経験値高いですからね、必要な経験値がね。で学んだ、ああそっち来れるか。めんどくさい、逃げよう。ひどい、縦なんぼになったこれでマイナス3ぐらい、縦の強さ0になりました。まあ正道でよ。うわっ、ここで来るか。一発いいよ打っとこうか。これで多少減らしといて、はぐめとおる。あ、ハグメとワープやって、どうしようかなこれ。まあ、半分諦めてますけどね。ただこういうベビーサタンみたいなのは普通に攻撃して、このキメラみたいなのはもう火で殺して、で腐った死体もねそんなに大して攻撃してこないんでね、なんとかなるか。あ、リリメと盗まれた。そしたら金庫が必要になってくるんやけど。それでも毒消しはないんやな。あー、やったあった。いやー長かった。そしたら使いましょう。そしたらこれですね、力の種も使えるな。うわ、また毒。あ、そうや、なんか、ここはあれやな。罠が多いって言ってたな。うわ、錆びた。ドラゴンシールド。よっしゃよっしゃ。もうこんな精度のタットおさらばや。で、これでスカラ使うか。あら、装備してなくて使ったら何も起こらなかったになった。えらいこっちゃ、これプラス2だったのに。ボロボロやな。慌てすぎか。よーけ盗まれたな、しかし。まだ13食らうか。きつっ。まだ勝てんなぁ。もう火炎装あと1個か、もったいない。背に腹は帰れんなぁ。あ、はぐめて倒したらどないなるんだろう。せっかくなんで倒したいですね。地獄耳を使ってるんでね、どこにおるかは分かるんでね。盗まれたもんが続々と帰ってきてますけど、おったな。いや、装備していない。打ち切ったんか。やった、500ポイントの経験値って。おお、レベル2上がった。幸せの種。うわ、これで2つ目や。これはなんかレベルはガンガン上がりそうですね。ふう、やれやれですね。なんとかしのぎましたね。当たらんのかい。うわ、そんなことある。投げるコマンドが成立してないやん、そんだけ外すんやったら。
嫌なとこに地雷があるわ。これで増えれないでしょ。あ、一撃でやれた。あ、えらい盗まれたな。うわっ、くそ、ちょっと油断したな。またドッケシが欲しい事態になったぞ。もう目つぶし捨てようか。もう当たらなかった意味ないしな。メッキか、これはありがたいな。ドラゴンシールドがさらに守られます。これで腐った死体も何にも怖くなくなりましたね。爆弾岩が出るようになったか。しゃあ、キメラはやれた。ベビーサタン、確かベビーサタンって必ず何か落とすはずなんですよね。なんでやれるもんならやっときたい。うわっ、取られた。結構耐久値高いな。爆弾岩か。攻撃してくるやん。金縛りになってないやん。やっぱ読まないかんのかな。おっと、やばい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 、降りよう。これが最善でしょう。忘れてた、もう動き出すんよな。まあ硬いだけでなんとかなりますけどね。あんまり怖くはないかな。うわ、舐めてたらこれや。はあ、17回か。このしょぼい武器でようやってると思うわ。鉄の斧ですよ、いまだに。ドッケシは持っといた方がいいよな。これ腐ったを食べて、力が1ポイント下がったっていうのは毒なので、ドッケシを食べると。これで、満腹度だけ上がった形になるか。悪ないと思うんですけどね、手としては。あ、こいつレベル1下げるやつやな。なんかないかな。目つぶしは違うよな。ルーラーぶつけとくか。しゃあ、どっか行った。マドールはしつこいな。まあ別のやつやけど。まだコンボかよ。来たな。もう投げるもんないか。怯え出した。よっしゃ。ああ、陽気おるな。今の毒スイッチ、ようたまたま素振りしたもんですね、これ。いやー、今回は武器に恵まれんかったな。こんなもんなんかな。リリウミとは2つはいらないか。あとインパスですか。全然拾わなかったですね。鋼鉄の盾、まあさすがにドラゴンシールドの方がいいでしょう。途切りそうか。そろそろちょっと幸せの種使っとくかな。よっしゃ、かなり強くなったんじゃないでしょうか。おお、下来たら罠が増えてくるんやな。
今ごっつ悔しいわ。よっしゃ、やったーって駆け寄っていったらこれですよ。悔しいなー、このバカにされた感じ。さすがに同じの2つはいらないか。パン腐ってんのか。あ、やられた、やられた。レベルは2に戻らないんですよね。幸せの種1個分無駄にしました。わっ、やばい、火炎草の出番か。毒消しだったら腐ったパン食っとくか。力の最大値も下がるんか。やっぱもう苦肉の策やな、パンク、あ、腐ったパンくんは。これからやっぱやめとこう。全然プラマイゼロじゃないっていうか、なんやこの凶悪な二人組は。てかギガンテスってこれ火炎草で死ぬんかな。ちょっと試しみたれ。強い、火炎草強いな。あ、うわ、逃げ気で倒せんぐらいまで弱されてる。来た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 、追っかけてきやがった。相手したくないんやけど。さあ、音切りそうあるから勝負になるかな。ちょっと目つぶしだけ投げとったろか。普通にダメージ食らってるしよ。目つぶしいらんな、意味ないやん、ほとんど。ここへ来てインパスか。まあまあ、ちょっと見てみよう。腹減らずとかやったらいいんですけど。お、力か、力もいいですね。よし、まさか鉄の斧でいっちゃう。力の種、もうなんかええアイテムや、ええ武器やろうと思ったんですけどね。まだ引くか、コンボとか。しつこいわ。爆弾岩や、爆弾岩は嫌。いや、いよるやん。もういいアイテムないな。ちょっとやるか。ふう、怖っ。しゃなく。ゴーレムか。ダメージ食らわんかったらどうということないんよな。やっぱりギガンテスやな、コアインは。うわっ、ここへ来て、イオもないし聖域もない。これはやばいな。えらいこっちゃ、爆弾魔の数。ハハハ、やっちまったなぁ。これ巻き込みかぁ。もうリレミとあったのになぁ。2枚も3枚も無駄に持ってたのに。